はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は聖杯振っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というのでね、もう誰に振るかお分かりでしょう。はい、僕は今回実装された孫一ちゃんに聖杯振っていこうかなと思います。はい、いやーねー、本当にね、振るだろこれはっていう感じなんで、もう何も言わずに振っていこうかなと思います。でね、ここ最近ね、ちょっとね、いろいろ聖杯を使いすぎているということで、聖杯のね、もう残りがね、なくなってきているんですよ。それがちょっとやべえなーって思いつつ、まあ変にね、エリクサー病になるよりも使った方がいいなって思うんで、ガン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 使っていこうかなと思います。というので、はい、1回目レベル85ですね。いや、マジでね、信頼には仕事で答える。次の依頼も私に任せて。いい声もいいし、キャラクターデザインもいいし、全部刺さっちゃったんだよね、俺この子で。グダグダなんだよ。グダグダのキャラクター結構ね、振ることん振ることは多くない、いや程よく振ってたりとかするんだけどね、なんか微妙にね、やっぱ壁に刺さるんすよ。いい感じに、いい感じにね、振って持ってくるんで、困るなーって思いながら聖杯を脳死で振るって感じです。で、一応ね、星4サーバントということで、聖杯7個使ったらレベル100にできるということで、まあまあまあコスパ的なことも考えたらいい感じになってるのかなと思います。で、そうだね、よくよく考えたらグダグダ系で言うと千の利休とか、高杉さんとか振ってたりするんで、割とここ最近めちゃくちゃ振ってるっていう印象はあるかもしれない。でめ、なんかちょっとノロがガタついてる気がするんだけど、まあ気にせずにやっていきましょう。良い調子、まだまだ最下は強くない。いや、マジ可愛いよね。マジで可愛い。本当に可愛い。よーし、ここから普通に聖杯振ってくぞ。まあ、やっぱね、聖杯振るとさ、モチベーションが上がるんだよね、いい感じに。で、孫一ちゃんさ、早く宝具後にしてんだよ、マジで。この動画が上がってるのがどのタイミングかわかんないんですが、一応レイドが終わった次の日に聖杯振っているということで、足りないんですよ、マジで。すべてが足りねえということで、まあ、早めに、宝具後にできたらいいなーって普通に思ってます。で、なんでこんなに育成しやすいんだろうって思ったんだけど、あれか、普通に獲得経験値が2倍になってるからすげえな。2レベ上げるのにさ、オールの種火6枚ですることができるってめちゃくちゃコスパいいよな。信頼には仕事で答える。次の依頼も私に任せて。いいなぁ、マジで。なんか声聞いてるだけでさ、もうただたださ、あ、幸せな気持ちになれるっていうのはこういうことなんだなって定期的に思うんだよね。はい、ということで96と、星5の種火まだ残ってたかな、多分ある程度は残ってるはずなんだけど、やべ、ちょ待って、喉のガラガラが今日やばいかもしれない。さすがにね、16時間ね喋り続けた結果ね、喉がね、信頼には仕事で応える。次の依頼も私に任せて。やられてるんですよ。はい。なのでちょっと聞き苦しいと思う方一定数いると思うんですが、もう本当にごめんなさい。皆さん、あの16時間レイドで配信しないようにしましょう。はい。レイドだからといってね、16時間配信したらね、やっぱ喉ってぶっ壊れます。はい。まあ合計多分ね、レイドの周回いろいろやってったらね、多分18時間ぐらいは周回したんじゃないかなっていうぐらいに、今回めちゃくちゃ周回してたんで、まあ、そういった意味ではまあまあ程よく美味しかったのかなって思ったりしてるんですが、おにぎりには合わないけど大きくなるためには仕方ない。このボイスが、あ、このボイスが一番好き。あと1回ぐらい来てほしいなって思うんだけど、これどうだろう、種火ストック、あ、一応50あるのか。一応ね、あの経験値霊装じゃねえわ、霊気保管庫の方にはある程度はあるんですが、まあ、そこからあんまり出したくないっていうのもあってね、ちょっといろいろしているんですが、あのボイスもう一回来ないかな。もう一回、おにぎりの具が一番可愛いんすよ、この子。この種火おにぎりには合わないけど
大きくなるためには仕方ない。我慢。この子さ、地味にさ、小さいこと気にしてるの可愛いなってめっちゃ思うんだよね。あと最終的に思うんだ、最終サイリンのこのおにぎりのやつがやばすぎる、本当に良すぎるっていうのがあります。はい、あーというのでレベル100いいですね。まあ一応ね120にすることも可能っちゃ可能なんですが、僕はレベル120は1体だけと決めているので、ここでとりあえず育成の追加は終了って感じかな。レベルとして体力どれぐらいになるんだ。この種火おにぎりには合わないけど、大きくなるためには仕方ない。我慢。かわいい。15,556 の10,000、ああ2000いかないんだ。ふーんっていうのがあるんですが、はい、レベル100にしました。いやマジでいいよねこの子。本当にこの子さ、使いたいがゆえにさ、あえてさレイド戦とかにあんまり持っていかなかったんだけど、結構孫市さん今回のイベントで絆10になってるっていう方もね一定数ねいるらしくてね、ちょっとびっくりしました。まあ絆ボーナスといろいろ入っていたんで、まあそこに行くのは当たり前かもしれないんですが、さすがにね1回のイベントで絆10になるってね本当に珍しいですね。レイド様様っていう感じがします。で今回聖杯振って何期目かな、多分ね動画の方にはしてないんですけど、俺裏の方でマンドリカルドに聖杯を振りました。はい、なのでまあここのところにねマンドリカルドくんがいるんですけど、レベル100になっております。まあしてもいいキャラクターって思ってたんでそのまましたっていう感じです。でそれを踏まえた上で、数えていくとレベル100以上が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 期目ということで、おーマジ聖杯いろんなサーバントに振ってきてるねっていうのがある。そしてここでねなんとねやばい事実なんですけど、俺今年アーチャーに振りすぎてるんですよ。マジで振りすぎてるんだよ本当に。今年実装されたサーバントでまあいろいろまあ過去から振ろうと思って振ってるキャラクターも一定数いるんですが、まあ一応ドラコーですね、ドラコーが今年振ったキャラクターで、それ以外のキャラクターに関してはプリテンダーのバーバンシーですね。でそれ以外今年実装されたサーバントで言うと、はい、このアーチャー軍団となります。はい、いやマジでやばいんだよ。高杉さんに振ってからドゥルガーにも振ってトルマイオスにも振って、そして今回なんとまたサイカちゃんに振るという、うわー俺今日アーチャー好きなんだなみたいな、今年アーチャーデーだなって思いつつ、そのセイバーとかにはあんまり触れてないんですよ。さすがに偏りがひどい、もう好きなサーバントの偏りがアーチャーになりすぎてるっていうのもあったりするので、今後ねなんかそれ以外のキャラクター、今振ってるキャラクターで言うと少ないのは何かな、セイバーとかまあキャスターとかかな、そこら辺がねいろいろ追加されていってくれると個人的には嬉しいなっていう感じかな。皆さん効率よく聖杯を振りたいって思う方はクラスとかいろいろと考えて振っていくことをおすすめします。まあって言ってもレベル100にしてる時点である程度自分が使いたいとか好きなキャラクターだと思うので、まあ好きをガンガン押していくっていうのもありかなという感じです。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.